山中元岡は、日本の江戸時代の豪士、河野池村、山中総本家の当主。出雲国の戦国武将山中高生の子孫。河野池や、ふさ次郎の次男。前名は、源次郎。通称は、山中新江門と称した。墓所、方向は不明である。大阪の豪商、河野池前江門の一門である大阪今橋二丁目。河野池や 草次郎の次男として生まれた。文政十二年七月に、河野池村、山中総本家の当主であった、山中元吉が後継ぎを残さず、没したため、加盟相続のために養子となり、山中新右衛門元岡と称した。この時に、大阪平野町二丁目の伊坂新右衛門が、元岡の後見人となった。山中家経済遺書書にと、自ら書き残している。 山中元長が没した後の山中華は、水運の道をたどることとなり、痛み号調が華やかだった文化、文政時代には幕を閉じていく。河野池神社では、文政十年名の長寿鉢を最後に、山中華からの寄進は終わっている。安政五年七月十一日の河野池家文書、元岡府沈録を見ると、遠方三年に渡し方の由緒を、ごただしの上、 五両分中百少草頭合詞を伏せ渡され、それ以後藩主が交代しても、私に至るまで数代にわたって相続してきたことが明記されているが、その後の河野池村、山中総本家は突然にして断絶し、後を立ったと考えられている。大正15年10月31日に、河野池合名会社が、河野池村、山中総本家の屋敷跡地を買い戻し、伏見稲荷を勘定して、 鎮座式を行った。ありがとうございます。